ガエターのマリアスキアッシュは、イタリアの作曲家、バイオリニスト、ボローニャ出身。アカデミア・フィラルモニカで教育を受け、1719年からスオナトーリという楽団に属した。イタリアのいくつかの宮廷で働いた後、ヘッセンダルムシュタット紅白ルートビヒ発生の宮廷に仕えた。最終的に1734年よりリスボンに定住し、 王室礼拝堂とトリンダーで劇場で作曲家、教師、歌手として活動した。作品には10のオペラがあり、いずれもボローニャ学派の影響が、色濃く、ペルティ風の巻き過激である。その他に四純節のオラトリオも作曲している。気楽曲では、12のバイオリンと、通奏低音のためのソナタ、12のバイオリン競奏曲、などが出版されている。 他にも多くの未出版の序曲やシンフォニアがある。特に、クリスマスパストラーレが有名である。スコーヤシー、ガイタアノマリア、アウフ、オペラドットコム。ある、ミュージックエンサイクロペディア、ハット・サイモン・マクベイ、イエイ・ホッシュ・ハーシュバーグ、ザ・イタリアン・ソロ・コンチェルト、1700から1760、レトリカル・ストラティジーズ・アンド・スタイル・ヒストリー、ボイデル・プレス、ロチェスター。 NY2004 ISBN1843830922 ありがとうございます。